はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、やってまいりました。いよいよ、ポケモンリーグでございますね。お来ますね、ククイ博士。相変わらず寒そうな格好で。なんでそんな格好してて、鼻水ズルズルにならないんですか、マジで。結局、おモッティ、よくここまで来たぜ。島巡りでの試練、大試練すべて達成。本当におめでとう。あざーす。もう突っ込まないですよ。君が一番道路でパートナーになるポケモンを選んだ時に思い出したぜ。最後に残るのはポケモンリーグ挑戦。お楽しみはこれからだ。ララキアはもともと島巡りの仕上げを行う場所。さらに伝説のポケモンに敬意を込めて、空に一番近いここにポケモンリーグを作ったんだ。ふん。いやー思い出すぜ。石井高原のポケモンリーグ本部に赴き、頼み込んだことを、関東のジムリーダーたちにボコボコされながらも、最愛のパートナーたちが出す技に魂を込めたよな。最後はマントのドラゴン使いに。おっと、僕の話はいいんだ。とにかく中に入ろう。ただし準備をしておくんだ。中に入ると出られないからな。大丈夫です。いい加減、伏線回収してほしい。え？何？モンスターボールが揺れている。ジュナイパー。どうしたジュナイパー。ジュパー！どうした？うん、うん。生き白いね。うん。何？初めて選んだポケモン、最初のパートナーを見ていると、これまでの冒険を思い出す。え、これ、俺ジュナイパー手持ちに入ってるからさ、いいけどさ、これもしかして、ジュナイパーいなかったら、起きてないの？イベント。どうなんだろうね。まあ、いるけどね、だいたい御三家ってね。よし、やるぜ。4人だ！世界各地にあるポケモンリーグには、四天王と呼ばれる素晴らしいトレーナーが4人いる。ほう。そこでアローラのポケモンリーグにも4人のトレーナーを揃えたよ。君は全員勝ち抜くか、負けるまで外に出られない。大丈夫です。頑張ります。はい。トレーナーの不安は、メテオにも伝わるが、君たちは大丈夫。やめろ！俺の焦点を教えるな！激しい技のやりとりから生まれるすごいポケモン勝負期待してるぜ。持ってイベントやめろ。俺の焦点バラすな、ククイ。おい、ふざけんな、マジで。だからやめろ。だってさ、あれ？ちょっと待って。え、初手原さんじゃないの？え、原さんだと思ってメテロにしたんだけど。マジか。あー、なるほど。そのパターンっすか。へえ、じゃあ初手こうですね、そしたらね。マジか、鋼か。鋼か、鋼きついな。鋼きついんだよな、俺のパーティー。なんかね、ま、いやー。鋼電気あたりがね、きつい。なんか一貫する、意外と、あれがすげー多いんだよね、タイプがね。なるほどね。福井に頼まれてね、四天王をすることに決めたよ。ポケモンリーグで君やマーマネと勝負するのも楽しみだしね。マレーさんにね。でもさ、確かに3分の頃マレーさんあんまり役割なかったじゃないですか。まあ、なんで四天王になんなかったんだろうな、みたいな。おい、本気モード入った。さあ、やりましょうか。マレーさんね。でも、かなり四天王合ってると思うんだよね。すごいなんか、いいキャラですもんね、ほんとね。ふーん。ふーん。あ、そう。あ、そう。クレッピー使っちゃう。俺相手にクレッピー使っちゃう。ふーん。あ、リフレック。ふーん。ふーん。あ、ふーん。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 あ、そうっすか。慈悲はないみたいっすね。俺相手にクレッピー使っちゃうってことは、まあ、それすなわち、ボコボコに、まあ、厳しい。はぁ、あ、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 はぁ、あ。吹き飛ばすとかないですよね。追加されてないですよね。大丈夫ですよね。ふぅー。まあ、その、覚悟があるからこそ俺にクレッピーを投げたってことですよね。モッティが一番嫌いなポケモンランキング第1位。圧倒的第1位。3年連続第1位でおなじみのクレッピーさんじゃないですか。はぁ、あ、そうっすか。今に、もうここ最近クレッピーに別に出すか？聞かねえよ、そんな技。もう恐れおののいてんじゃねえぞ、プラスパワーガン積みされて。ああ、だったらスピーダーとか積んでやろうか、裏のことも考えて。おい、やってやろうか。
お前にはただ一つだよ。頑丈かたす気持ち以外はもう全部突破してくれ、やるぐらいのさ、あれ見せてやろうか、お前。やってやってやろう。や、リフレクター切れました。関係ないですよ。僕スピーダーガン積みしますよ、マジで。ああ、もう、モッティのこと怒らせちゃったら。俺は今から怒るぜ。リフレクター関係ねえよ。貫通してるよ、貫通。貫通、いくらでも貫通してないから、マジで。スピーダー2回積めばさ、いいですか。ちょっとポケモンどんなもんすか、素早さ、ちなみに。一応見ていいですか。75の3倍。3421210。210あれば、まあ、まあ、抜けないポケモンはいないと思うんだよな。とりあえず。だから一応回復だけしといて、行く感じでいいんじゃない。プラスパワー3積みの、スピーダー2積みだったら、いけるっしょ、多分。と思うんですけどね。ラスカー。どうします？ディフェンダーとか積みます？そこまです？いや、なんかでもさ、正直さ、今日の流れ加味するにさ、そこまでしといた方がいいような気もしないでもないですよ。行くぜ。フレドラ。おっとお前やりやがったな、このタイミングで。ふざけんじゃねえ、マジで。フレドラ。なんでこのタイミングでさ、やりやがったんだ、お前。電磁波なんで最後の最後まで隠し、持ってたんだよ。ふざけんね、マジで。え、これ裏のポケモン次第でだいぶやばいまであるんじゃないのか。大丈夫か。え、ダグー 1.5。 いやー、抜けてなさそうだなー。いけ、フレドラ。うわー、抜けてない。うわー、マジかよー。嘘だろー。なんで最後の最後までデンジャー隠し持ってた。え、マジでどうしよう。え、つら。ちょ、待って、ダグつら。マジで言ってんの？なんで電磁波隠し持ってたの、最後の最後まで。あ、そうだ、影打ち覚えました。も、ウモティロ覚えました。っていうのはともかくとして。マジか。プラパ剣舞か？プラパ剣、あ、違う、剣、そう、剣舞の技マシンね、ちょっとゲットできてなかったんで、ちょ、プラパ積みますね。プラッパ、不意打ち。不意打ち。不意打ち。いや、行っちゃった方がいいだろう。不意。行った。やるわ。まあ、一段階上がっとけばまだ。あー。うぜー。うわーあー、刻んとか無理だろ、刻ん。え、刻んに対する有効だ、変しか通ってないんだけど。え、マジで、嘘、やばい。え、これ普通にきついんだけど、まあね。やっぱ地面は入れとかなきゃいけないですね。どう考えても。え、これ一回回復してさ。いや、これ、こうだよね。いや、あくび先だったかな、アイヘー。あー。犠牲になるしかないですね。あくび先だったなぁ。あくびで起点作ったことが正解だった気もしないでもない。あ、そうだよな。な、俺、バカだわ。何やってんだろう、俺。ちょっと待って。違うよ。だってゴーストだもんね。うわぁ、アホやん、俺。大変持ってるんで。いや、軍地インファ。あ、てか、素早さ抜けないからインファ打たなきゃダメか。いやぁ、マジか。こんな苦戦するとは思わなかったな、マジ。本気で、てか、あの電磁波だよな、全部。全部あの電磁波か、やっぱ。うわぁ、マジか。嘘だろ、マジ。どうしたらいいんだ、これ。勝ち目なくないか、これ。ちょ、待って、マジで言ってんの。嘘だろー。ちょ、待って、これ。モティロを上から殴れるか。いや、モティロいるからまたどうにかなる。うわー、マジかよ。うわー、ちょっとでもさ、モティロー、いやー、どうなん、影縫い影打ちで落ちるか。何持ってる？何有効度ある？いや、でも、いや、でも死ねんでしょ、多分、持ってても。霊パンはないでしょ、さすがに。やばいだろ。
あー、急所でこれ、急所でこれだから、影縫い影縫いじゃなかったらダメですね。これ米パン外すまでさ、待つ？それとも A が上がっちゃうか相手の。待つのありな気がするんだけど、後ろがわかんないからさ。あー、なるほど。なるほど。なるほど。まあ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 。まあ、またスタート地点に戻っただけですね。まあ若干あの、まきびしのダメージが回復できたんで、まあこっちの方が、おわいない！いや、急所じゃ、急、二連急所当てるね、優秀だね。優秀だな、モティロやる気あるな。ちょっとまあ、ここは影打ちですね。あれが飛んでくる可能性あるんで。あーん。あーん。まあ、まあ、どっちにしろバレパン、もらう感じかな。急所。どうした？モテロどうした？急に。なんでメタグロスに対してそんな急所当てるんだ。今まで何も急所とか当ててこなかったやん。いや、そんなことはないけどさ。いや、一番当ててたけどさ、ジュナイパーが多分急所。急にやる気満々になったな、お前。やべえな。はい。で、自爆を、まあ、行くしかないですね。ラスカ、ラスカは一回は耐えるかな。ただ、影縫い影縫い、いや、でも影縫い影縫いでいけると思うけどな、自爆だったらギリギリ。これ裏のポケモンに回した方がいいっすか？回さない方がいいっす。てか、自信も欲しいよなぁ。まあでもこれで満タン使って、影縫い影縫いって勝ちですね。あー、マジ、ほんときつかった、マジで。なんだこれ。ほんとクレッフィー嫌い、マジで。マジでクレッフィー嫌い。え、なんでこんな苦戦してん？ちょ、マジかよ、許さねえの。それ許されないの、俺。え、許されないの、今の影縫い影縫いで勝ちですね。許されないんですか、マジっすか。あ、そうっすか。あ、そういうところまで、あ、計算されて、なおのことを。はらー。あーはーはー。さすがの、さすがのマーレインさんも自信をかけてくれましたね。いや、マジで。なんなんだ、この劇場型ポケモン実況プレイは。縛らなくてもこんなに面白いポケモン実況が取れるのか。そうなのか。福井のやつ、面白いトレーナーと戦わせてくれるよ。本当だよな。こんな劇場型ポケモン実況なかなかないだろう。ましてやポケモンある程度やってる人間のだからね。福井が強いと思うトレーナーしてんのにしたが、挑戦者にはしなかった。あら、彼はアローラに新しい風を吹くことを待っているのさ。そういうことか。なるほどね。さあ。一つ目、終わりましたね。やっぱ地面タイプって大事だわ。バンバドロだわ、やっぱ。バンバドロですわ。バンバドロですわ。ほんとね。だってバンバドロぶっ刺さってますもんね。バンバドロぶっ刺さってますもんね。どっからどう見てもね。いやーね。あと水タイプね。ほんとさ、入れなきゃ入れなきゃって言ってたやつを抜いちゃうとこんなきつくなるんですね。ようこそ岩の前。やっぱさ、旅館ってさ、ある程度絞られてるな。考えると。やっぱこういうなんかちょっとお遊びでやろうって、ある程度やっぱ2回目3回目以降じゃダメですね。なんかもう、久々にポケモンに魔除けは出して大地さんと戦うよね。戦いましょう。いやーね。びっくりですよ。でも多分相手のパーティー変わってますよね、きっとね。さすがに。一応ポケモン自体は増えてないから、まあ多少なんだろう、アローラ編長から、なんかこう、全国的な岩タイプのポケモンとかになってくるのかな。そのグロスとか入ってたもんね、だってね。アーマルド！アーマルド。アーマルドか、ちょっと、なんだろう、岩タイプで、岩炎とかいましたっけ、なんか、強そうなの。一応プラパだけちょっと積んじゃっていいですか。もうほんと怖すぎてやばいんで、マジで。なんか、てか普通に戦ってても多分勝てないでしょ、多分。シザクロは飛ばい。あ、強いね。いや、でもプラパスピーパー、なんかこう RTA っぽいっすよね。なんか、プラスパワーとスピードパワー、スピードパワーじゃないわ。スピーダー一回ずつ撃って、四天王戦戦いに行くみたいな。オッケー。で、これで、満タンですね。満タン使って勝負ですね。まあなんか、多分応援ポンとか連続でパンパン使うよりは、まだナメプなんで、まあ上には上があるんで、ドーピングにも。それで、ちょっと許していただく方向性で。
まあ、だからっつって、刺さるのかって話で、影の井の方が入るよね、多分。多分入りますよね。タイプ1、あれだし。あ。なるほど。皆さん、ナメプじゃないみたいですよ。ナメプじゃないみたいですよ。これ。ナメプじゃないみたいです。はい。回復の薬。まあまあまあいいでしょう。ナメプじゃないみたいです。なるほど。らしいっすね。そやろ、マジで言ってんの。マジで、あ、てか、だったらリフブレの方がいい説。シザクロリフブレだったり一撃で落とせた説。そうだな、そっちの方が良かったか。あ、そうだね。今だもんね。あ、そうだよね。当倍だもんね。ちょっとガバガバですね。ちょっと、精神状態がよろしくないのが、完全に買いが見られますよね。もう言えてないし喋れないし、ルガルガン。ルガルガンは、大丈夫。勝った。大丈夫。大丈夫。タスキじゃなければ勝ち。多分。アクセルロックでも落ちない、大丈夫。不意打ちはわからない。はい。大丈夫。OK。よし。はい。OK。多分お前が言わせっとだと俺は思ってる。大丈夫だ。はい、次。次誰？ギガイアス。どっち？砂起こし OK。よし、勝ち。よし。もう、本気モード入ってるよな、マジで。レートやってる時の感覚で戦ってるよな。よし。はい、次。次なんだ。はい。次。多分砂だめ2回。大ノーズ。ノーズかー。大ノーズはこれ突破されかねないなー。いやー、リフブレ打っちゃっていいか、これ。いやー、もっと安定で行った方がいいかもしれないけど。いやー、ですよねー。電磁波。回復の薬ですよね。きっとそうですよね。きっとここ回復の薬ですよね。間違いないですよね。間違いない。最前提をひたすら打っていこう。はい。で、回復して、パワージェ、オッケー。あ、てか、あれか、ダイノーズはいたか。いましたね。ダイノーズいましたね。オッケー。そうっすね。はい。突破。さあ、ラス1。ラス1。ユレイドル。なんかこう、やっぱ水なんだなって思うよね。やっぱ水なんだな。え、でもこいつさ、貯水とかじゃなかったでしたっけ？違ったっけ？なんだっけステロイ、今更。やっぱ、弱いですね。やっぱ、初戦ライチさんもライチさんでしたけど。なんか、え、じゃなかったでしたっけ？でもさ、結局さ、プラスパワー一回進んでさ、確定取れたの、ルガルガンだけってこと考えるとさ、意外と俺がやってること間違いじゃないんじゃないかってすげえ思っちゃうんですけど、どう思います？だって今のところだってこれだと、アシレーヌバンバドロだったら、多分これ、10分経ってないですよ、多分。8分ぐらいで終わってますよね、この動画。前後編で、あ、じゃあ前編もう一回行っちゃいましょうみたいな感じになりますよね。島巡りで心に残る経験を刻んだかい？さあ、次へ進むといいよ。進む。うわぁ。えげつなかったっすね。よし。ということで、じゃあ残り二人と、チャンピオン戦は後半かな？さあ、三人目行きましょうか。さあ、結構ここは、ちょっと、アセロラちゃん、個人的にやばそうだなって思ってはいたんですけど、パーティー組みながら。はい、こだわりのプリンセスアソラルちゃんでーす。いつも通りですね。いやー、怖い。もう怖いわ。何が飛んできても、って感じですよね。いやー、言葉が出ない。よし、口なしおじさんね。カプに選ばれたらともかく、人に選ばれての視点のごめんなんだって。あ、セリフも変わってないですね。なるほど。よし。まあ、いいですね。まあ、アセロラちゃんはちょっとやっぱ四天王にいないとさ、やっぱ四天王周回してる時にやっぱだるいですからね。一匹じゃなくて一人可愛い人いないとね。やっぱアセロラちゃんがいてくれるからやっぱ四天王回れるわってなりますからね。ジュペッターか。なるほどね。ちょっと本気モードでやっぱ行かないと
まずそうなんで、まあ、まずはいつも通り、応援ポン、応援ポンいくつ？応援ポンまだでも2個あるからな。でも多分応援ポンって僕あれだと思うんですよ。逆にストーリー終わったら一切使わな。やだねー、やだねったら、やだね、つよし。あ、違う、きよしだ。きよし？はぁ、おめえの、そんなもん聞かねえんだよ。やべえ、ちくりなるほど。嫌な音連打で来ると、よろしいならば戦争だ。やってやろうじゃねえか。で、これでシャドクロで落ちるとかそういうのなしでね。そういうのなしでお願いしますね、アスロラちゃん。アスロラちゃん、ただでさえ俺今きつい状況に置かれてるんですけど。いやー、怖えー！何このチキンレース。やべえ、このチキンレースマジでわかんない。どうしよう。B 今、4段階ダウン。もう一回、いや！いや、でも、2段階積まないと無理。多分落とせないから行くわ。行くわ。いや、多分 B4 段階落ちたからシャドクロ撃てるだろうみたいな感じの AI。よし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 、オッケー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 っていうか、あれだわ、エフェクトガード使えばよかったわ、今更。完全に今更なんだけど。ちょ、待ってよ。完全に今更なんだけど、エフェクトガード使えばよかった。なんでそれ思いつかなかったし。マジで、今更すぎるんだが。まあでも S、A、ACS4 段階ですからね。目の子。目の子かー。目の子かー。つぶてで落ちそう。オーケーオーケーオーケー、ナイス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 。つぶてで落ちそうだな。オーケー。ナイス9。まあ、急所はこれは無駄球ですね。さすがにね。はい。まあ、ってことは、だからディフェンダー使った一旦が無駄だった。ダダリンは大丈夫、ダダリンは。いや、影打ちも、ダダリンって影打ちないよね。いや、でもわかんねえな。いや、追加されてるって可能性12分にありますからね。おーし、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 おーし。ま、さすがにこれは抜群なんで落ちる。ダダリン2匹分ぐらい持ってったと思いますね。はい。さあ、そして、レベル60。白ですな。白ですなはちょっとまずそうだな。ね。でも、まあ、いや、物理ではない。白ですなは。特殊。だから、ネットを一回耐える。大丈夫。はい。てっぺく、オッケー。オッケー、オッケー。もう間に合わねえぜ。アスロラちゃん大丈夫だぜ。もう俺の前にはどうしようもないぜ。まあ、空やぶだからな。やっとせ、いやー、オッケーオッケーオッケー。やっと、いや、ちょっと待って、でもこいつ Z なんだよな。そうだ。Z だから、あー。あー。そうか。鉄壁積んだもんね。あー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 。無限アイヤー。一段階か。あ、まあ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 。まあ多分普通に素でも落ちてるだろうなって感じしますからね。さあ、で、ここで、頼むから回復、あ、でも回復の薬持ってるから多分回復の薬行くわ。あ、ですね、ですね、ですね。あ、で、あと、持ち物お守り小判から変えました。Z にしました。で、Z は Z なんですけど、ちょっと怖いんで、ゴースト Z に多分してますね。あ、草 Z でもいいか。でも草 Z って通り悪いからな。はい。オッケーナイス、救助。よし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 。さあ、ラス1なんだ。ラス1なんでしたっけ、ゴーストなんで。ふわ、ライド。ふわ、ライド。いや、まあ、うん。行くしかないですね。ふわ、ライドは行くしかないんで、ゴースト Z がぶっ刺さる？おっと、ぶっ刺さりそう。ぶっ刺さりそう、ゴースト Z。よかったぜ。まあ、本当はジュナイパー Z がよかったんですけど。まあ、ジュナイパー Z っていうか、ご三家 Z が、怖いんで、もしかしたらね、なんかしらあるかもしれないんで、無限アイヤだったら多分大丈夫だろうよと。大丈夫だろうよと。まあ、そういうね。あれって、まあ、ちょっと知らない人に言うと、Google が機械的に判定してるんですよ。機械的に判定してるんで、慈悲もクソも減ったくれもないんですよ。多分、カブポケさんは、まあ、別に変なことを、いや、なかったらいいよ、別にあげてっていう感じのスタンスだと思うんですよ。だから別になんか、アシレーヌ Z だけピンポイントで削除するって変な話じゃんだって。そういうことなんですよね。YouTube のロボットに引っかからないようにするためのみたいな。ファー、私が勝って新しいチャンピオンになるって、目論みコッパみじーん。ちょっと陰踏んでますね。
動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。さあ、動物の森ポケットキャンプがなんと明日リリースが決定いたしました。マジっすか、思ったより早かったですね。これポケモンやってる間にポケモリもやらなきゃいけないって、めちゃめちゃ忙しいんですけど、もっといい生きていけるかな。うん。あったかくして寝ろよ。